次行きましょうか。レオザと仲間たちさん、かっこ切り抜きさんから。お、コンバンディ。なんだろう、バウンディ。バウンディ。バウンサー、バウンサーかな。レオザだから。レオだしね。レオのね。コンビ一番最初の。ね、その頃はネタを、ね、ネタを書くことをね、うん、刀を研ぐと言ってネタが刀だったんだね。そうレオはストイックだったもんな、ずっと。まあ今もストイックっちゃストイックだよね。まあストイックは変わってないな、うん、金髪の編み込みサンダルだったでしょ。ああそうだと思う。そうらしいですね。その頃は1年目の時ですよね、うん、そうで、なんか漫才やって作家に注意されて、え、その見た目と漫才の面白さって関係あるんですかって言ってたって聞いた、レオさんから。あ、そう、怖っ。芸人証券出てたことないですか。芸人証券はね、出てたね、彼は。うーん、まあ、何かしらやっぱ結果出してますかね。うん、うん、